高橋おでん高橋おでん明治12年1月31日は殺人犯。神奈川記録の高橋屋でによる破綻のモデルとなり、明治の独夫と呼ばれたが、実際は独夫ではなく、殺人行為は相手に非があったとされている。高橋おでんの墓、高橋おでんは、日本で最後に打ち首となった女衆とされることが多いが、実際は虚偽である。 明治15年1月1日に、新立綱領、改定立例に代わって、休憩法が施行されるまで、斬首刑に処された女性が、明治13年は8人、明治14年は7人いる。さらに、おでんが、死刑執行された年は彼女を含めて14人の女性が、斬首刑に処せられた。したがって、高橋おでんは最後に残首された助手ではなく、正確には、 最後に斬首された女衆から数えて16番目から29番目の間に斬首された女衆ということになる。なお、最後に斬首刑に処された女性が、明治14年に処せられた7人のうち誰なのかは、不明である。ちなみに、男性を含めれば、最後に斬首刑に処せられたのは、明治14年7月27日に、一ヶや監獄にて、高等目的で一家4人を殺害した。 岩尾武次郎、川口国蔵の二人であった12月に、青森の亭主殺し事件の加害者である幼い住と、小野長之助の公開斬首刑が、青森県弘前市の青森監獄前で行われた。この時二人の斬首刑に、金平淳佐が、斬首刑の執行人として、死刑執行者付き添い役に、森井が、それぞれの任を果たしたと言われている。もし、これが事実である場合、 この死刑執行は事実上の残首刑の最後であると、共に、関係による日本国内における一般刑法犯に対する最後の非合法、当時の旧刑法では非公開公示刑のみ、の死刑執行かつ公開処刑であると言わざるを得なく、なると同時に、高橋おでんは17番目から30番目の間に残首された助手であり、 本当に残首刑にされた最後の助手は、幼い墨ということになる。処刑の翌日から、金読み新聞、有気を新聞などの小新聞が、一斉に、おっつての記事を、仏説に誘因が王法母が、水夫の罪、司法の民潤いまさる徳川といった、下作帳の書き出しで掲載した。読売の自演により、くどき歌として流行した。これが、後の、毒不物の契機となる。 明治14年4月、おつて三回忌の折に、金垣路分の世話で、谷中霊園にも、おでんの墓が建立された。歌舞伎役者の十二代目森高いよいよ、五代目小野菊五郎、初代市川佐団寺、噺家の三遊亭窓川佐、三代目三遊亭炎章らが、おつての芝居を打って当たったのでその霊として寄付し、建てたという。ありがとうございます。